コラ首レベルだぞ。また問題起こしただろう。自分の口から言えよ。言っとかなあかんことあるだろう。この距離でね、はい、ガッガッっていくで。この間俺まこちゃんたちと揉めたやつあるじゃん。いや戦いと思った俺。ああはいその後立木さん残ってたじゃないですか。これ組んだら追加出しますよっつったら、俺なんだろう。いたそうだろう。そこだってよ。はい、お疲れ。おはようございます。何できたか分かる？分からないです。何が何だと現場ですか？ん？現場見に来た。何しに来たか分かりますか？また問題起こしただろう。自分の口から言えよ。俺の口からじゃなくて。問題？手が届くところに俺。左利きだけこっちの方がいいな。殴るってことですか？あ、こういうわ。こっちの方がいいな。買ってきました。車の中で。しかも目の前だろ車。俺出る時にコーヒー持ってたれよとか言って言ったよねお金、はい、どうだ自分で言ったそれいいか。お前ちょっと髪型マジで視聴者にちょっと3匹聞きたいわ。なんか取り乗せみたいな。欲しいですか？ちょっといやいやセットしたいんじゃない。セットの写真だけ送って絶対今日中に。俺送るんすか？俺にな。これ貼っとったろ。はい、ね、言っとかなあかんことあるだろ。この距離でね、はい、ガッガッっていくで。お前の言葉次第では選択を間違えたらお前の人生は終わると。何個今日一日を無駄にすることになるぞ。何個かあるからな。どれだ。この間俺まこちゃんたちと揉めたやつあるじゃん。はい。で戦いと思う。ああはい。ひどい社長だって。いや僕もまあまあ戦いましたよ。なんで？岡部にやらしたらダメだっつって。あもうお前でもそうた、そうだろうあれ。いやお前だって俺と喋ったやつ全然やってないだろ。いやここやってきますわとか言ってなんかお前でらいいこと言っとったよ。バルコニー一切組んでなかったでしょ。だから2階というのは全て組んでなかったわけ。いやバルコニーは全部組むって言ってたよ。こっちも組んでかなかったんだ結局。そうだよ。うん、あれなんか俺打ち合わせと違うな。ショーと岡部ほんでそれやるって言って帰ってても多分時間が結構かかったもんでやらなかったわよ。で立木さん喋っとったじゃん。はい。何も聞いてねえんだからお前。俺言ったやねんよ。ここ組ませなあかんで組むって認識あったでしょ。ありました。ここの一番縁まで。はい。立木さんとが組まなくていいですって言いました。えでもそれ職人と連絡取っとんのって。いや多分取ってると思いますって言って。いやそれはその後、うん、立木さん残ってたじゃないですか、うん、あの残ってこれ組んだら追加出しますよって言ったら平米がなんか400超えちゃうからやめてくれって言われたんです。あの後？はい。あの後だぞ。そうそう。そんな金額のことはどうでもいいやな。なんかその追加になっちゃう分。あ、そうなの？そうそう。50区切りで金額変わるんですけど。うん、350、400、450。あ、よ。なんだ、そういう会、また俺、話さないな、たっちゃんと。たっちゃん。たっちゃん。たっちゃん、ダメでしょ。そうそう。だから、じゃあ。それ俺に言ってないもん。前だけにして、つって。そんで、何が言いたいって、俺。はい、お前とショーで呼んで、あの、じゃあ、やっぱり YouTube だから。最後なんか撮っただろ、ショーとミオと3人で、はい、動画を見たら衝撃が走ったわ。でしっかりした解説の動画を一回つけてくれと。やっぱお客さんも見るじゃん。賛否両論入っとるよなコメント欄はな。こうやって組んだらいいんだ組んだらいいんだって入っとるけど、予算もあるしいろんなことがあってその絡みの中でやっていかなきゃ、まあ、まあ分かるんだけど、こちらに動画撮ってくれと。撮っていただきましたよ私3人でね。はい、うん、どうでしたか。どうでした。僕はちょっとふざけ要素が多かったです。それは聞いてない。そうでもないですか。それは聞いてないの。それまたイライラ要素一つ。いやなんかふざけ要素を入れとったの。いやふざけ要素じゃないですけど、うん、なんか どういうニュアンスなのかが分かんなくて、反省した方が反省動画なのか、うん、解説なのかっていうところで、うん、まあふざけましたね。うん、うん、で他には。いや怖。他に謝らないもんないか。えあの動画にですか、うん、対して、うん、ゴールデン本当に日曜日撮るはずだったけど、うん、行かなかったです。ええ、それまた新規情報だな。2個いる新規情報やばい。かわいいなこいつ。やばいな。違います。あそれじゃないです。ダメだって、まだ全然だって。
ちょっと視聴者見て、あの、まあ、こいつ叩いてるやつもちょっとあった、これまだまだと。でも、まあ、まずあの一般の人も見てるからコメント欄で勘違いしてるしかないけど、どの建設業者よりもうち本当にこんだけ厳しくしても残るやつだから、完璧な職人が全部フルマックス一等2万5千円、そんな会社ありえないから。こういう子たちを育てて、まあ、言い方悪いよ、給料安いわ。でもこういう子たちが責任持ってここも今日一日で2人で組むんだよ。これ2万5千円のやつ、それ組めるわ、2人、2万5千円のやつ2人入った。だけど組出間だけで5万円プラスね、材料代ガソリンでも解体やって、じゃあお客さんにいくらぐらいなのって、足までな。あっ、落としてる、落としてる。あれじゃん、なんすか、火の鳥です。火の鳥ね、珍しいね、ここ走った。あれ、火の鳥東海地区、あれあれじゃないの、東北かなんかじゃない、何ですか、東方面に走ったやつもあるよね、あれすごいやつ。火の鳥じゃないか、あれなんかすごいビップルームみたいなのね、あれもそうでしょ、ビップルームもあるやつでしょ。いや、あのデラックスシートです。ねえ、珍しいの、詳しいね。あれフェニックス乗ったことあるの。また自慢しろ、なんかさっきも車の中でなんか飛行機のビジネスクラスに乗ったとか、乗ってない、いや乗りたいって、それもピーだよ、もう乗ったとか。いやいや、だ結構ファン多いらしくて、森さんに、いや結構ファン多いらしくて、僕も森さんのファン。こっちたちゃ、こっちたちゃ、でそうそう、まあでもそうじゃないね、そう思う。それ建設業でさ、みんなが高い職人で、でもうちって本当に厳しいじゃん。だから教育業者もめちゃくちゃいいやつしかいないでしょ。そうですね。それでも俺もね、求めていくから。だからって何ぼでも払ってだったら会社から怒られるしね。お客さんからもないじゃん。いやこれ営業何十年選手だから、ね、ようやってるよ、まあ、な。もちろんダメなとこいっぱいあるけど、そんなもんだよね。俺がお前の年だったら全然もっとダメなとこ1000個ぐらいあったね。今やっと950個ぐらい下がった。ね、レピー、はい、持って。ちょっと正解を教えてほしいんですけど。何の正解？その俺が動画内でやらかしてること。またこれか。いいんか、教えてほしいです。俺なんだろう、安全帯しなかった、いた。いた。そうだろう、そこだってよ。今日は守ってない時に言いやがって。パーッ入れろと思ったら、お、はい、お前ら安全帯あんだけ使えって思うのになんで使ってねえんだ。俺との約束守ってないんだ。俺毎日言っておいたら口酸っぱく、はい、安全帯使えって、はい、そりゃ仕事の効率落ちるのはわかるけど、民間なんか誰もやってないっていうのがあるけど、じゃあ YouTube やってんだから、はい、あの一度労基署にも叩かれたんですよ。あのなんか視聴者の人がもうしょっちゅう労基署にわざわざ電話するらしいんですよ、うちは。ですごい叩かれて動画を150本ぐらい取り下げたんですよ。150本以上だよ。今までずわーってもうすごい伸びてるやつだった、昔競争したり現場動画が、それ150本ぐらい全部下げてんの。まあ民間やと、まあ、安全帯使えないとか、まあ、全然ものが分かるわね。民間なんで、まあ、使ってないって言っちゃうから、やっぱ使わなあかんし。で、今はもう本当にすごい口酸っぱく言ってるんですよ。それがまさか安全帯使わんと堀川師匠って、これは、首レベルだぞ。そう。日曜日とか言わなきゃよかった。痛い。痛いだよ。心の心どんだけ痛いか、お前。で、しかもその動画を待っとるために、俺は1週間半ぐらい、俺、あの、ね、編集さん、ブンブン書いてあってください。もうずっと待たしとったよ。それ動画上がるまでちょっと待ってくださいねって、素材上がるまで。やっと上げたと思ったら、使えないと。それ全く、そうですね。YouTube は仕事じゃないんか？仕事です。YouTube で会社はどれだけじゃメリットもなってますか？答えてください。どうですか？お客さん YouTube から来てないですか？あの、YouTube 見て、ぜひ、うちで見積もり。来ますよね。ホームページとかチラシとか、ね、イベントで来た人たちよりも、ある程度、ね、会社のことを理解してくれて、恩恵受けてませんか？受けてます。お？あ、やばい。これ大事。じゃあなんで？あ、絶対使わない。その作業ではないからいいかなと思います。あの解説動画撮るとき。え？動画撮るときの話じゃないですか？動画違う。撮るとき。なんていうんですか？え？し。なんか危ないな。危ない危ない危ない、今お前骨のあたりしてるよ。危ないぞ、もう少しよ、これ。危ない危ない危ない、難しいな言葉が。なんていうんですかね。うん、何、自分の言葉で言ってごらん。
そう、解説だけだったから使わなくていいと思っちゃいました、うん、登るときにつけようっていう発想がなかったですね。何ってことはお前らね、作業以外の時安全作業の時はまあ最近しとるな、2番目に来るとそう作業する以外は安全してないんだ、逆に言えば。そうですね、それダメだろお前。なんかこの間みたいにこうカメラ持ってちょっと足場の上映そうみたいな感じだったらしてかないです、ね、まあ瓦の上だったしな、足場の上じゃないでな。まあ、なかなかねゼネコンとかはやっぱ動画撮らせてもらえんけど、今結構建設会社さんとか大きいゼネコンのほんと8階建てとか10階建てのマンションもやっとるな、何千万くらいの話も、はい、結構やらしてもらっとるんでぜひお願いします。お願いしますそんなのにお前あんなお前安全帯使ってないような動画、そういう勘違いするじゃん、こいつらゼネコンの仕事も安全帯使ってねえのかなとか。そうっすね、だろう、ハネスの付け方こいつら知ってんのかなとかなんかちょうどなるよね。なかなか安全帯もなんか基準が変わってから、うん、厳しいですね。もう持ってるやつもほとんどダメだし。あ、本当？あ、安全帯が何？もうダメなんですよ。なんか企画で。ああいう企画がもうダメだと。これが OK のやつなんですよ。うん、あ、新規。何が違うの？これがダメなやつで。フックの企画があるな。あ、耐久力のスプレーター。あとショックアブソーバーの位置、うん、これが根元についてないとダメで。ああ。でこれ。ここにこう書いてあるじゃないですか、墜落制止用器具って。あ、墜落制止用器具の規格、これ安全帯の規格なんですよ。うん、あ、安全帯じゃダメなんだ。そうそう、墜落制止用器具、墜落制止用、何が違うんだろうな、わかんないです。とりあえず新しいのって意味じゃないですかねお前ほんとバカだなあ、そう、うん、で変わって、うん、多分ほとんどの人がもう新しくしなきゃダメだと、多分ベトナム人も全員ダメだし、いやあれはまあ僕は Y さんにもらったんですけど、はい、Y さん、うん、くれました。マジで？なんで？なんか最初もうなんだかんだお前のこと可愛いから。どうですか？あいつはダメだねって言ってるけど、あの子はまだまだこれからだねって言ってるけど安全帯もらいました。お前もちょっとしっかりせえよ、いいとこあんなにお前、悪いとこが邪魔しとんな、くちょっかだなお前も。でそうやって言ったらお前電話しろよ、別に。じゃあ立木さんがなんかどうのこうので、そんでもやった方がいいでしょ。社長までできるの、なんでしょうって電話しんかったのその場で。それでも判断が違うよって言ったら、お前俺にも連絡しろよ自分のことだったら。はい、前借りさせてください、ショーに行ってダメって言われたら俺に電話してくるだろお前、はい、どうしても帰りたかったからそういうのって俺はいい要素だと思った、うん、自分な言われたことイエスマンみたいに言う人、自分で頭考えれない人あんまり良くないじゃん、そういう人って多いじゃん、言われたらそのままやって文句だけ言う人、自分で行動する人っていい面もあるわお前のな、もう金借りたいとかそういうことに関してはどんなことでもして借りるだろお前、どんな嘘ついてでも借りるだろ、はい、知恵絞るわけだろ人間が、はい、その知恵絞るっていうのはすごい、まあ、いいことじゃん人にとってな。だけどその使い方を上手にそういうことで使わなかったのかな現場のこと。はい、まあ、ちょっと今日勉強になったんじゃない。今安全帯はダメ、墜落制止用器具、制止用器具使いましょう。はい、はい、本日以上になりますあれって、そうですね、え、いや結構面白かったよ俺は。なんかある他に言っていきたいことなんかあるの？ないです。そのカメラの写真だけ絶対送れる、決めた時の。いや俺ありますけどね、撮った。あ、今ある、あ、ちょっと送ってみよう。はい、以上になります。はい、せーの、また見てねー。